久々の戦場よ。時空の曲率がおかしいわ。こんな高濃度の崩壊エネルギーは見たことないわよ。しかも敵が増え続けてる。何よ、律者だからって何でもありなわけ。敵は私が引きつければ負傷者の安全を優先して。ハイペリオンは起動できるわ。 加減装甲が外れてるし、動力室は正面から攻撃受けてるし、防振システムも破損が見られるし。復旧には時間がかかるし、今の点火率からして。落ち着いて、所要時間だけ教えて。3分よ、あと3分持てばこのふざけた場所から離れられるよ。簡単な任務ね。 その程度で私を止められるとでも。全うせよ。私を止められると思わないで。 了解。急ぐわ。熱風噴陣。 この景色も変わらない主義なの。賞賛のない戦いはしない主義なの。久々の戦場よ。 はじかれた。台本通りに演じないとダメでしょ。キアナ、やっとお前たちを見つけたよ。順番が変わってしまったのはまあいい。虫けらに変わりはない。 お前から殺してやろう。<笑>待ってたわよ、クソったれ律者。嵐の前の静けさかし。了解、急ぐわよ。了解。 了解。急ぐわよ。抜刀せよ。熱か。熱風陣。
が出たわね。神も負傷するのね。なぜだ。お前などとっくに何十回と殺せたはず。それは申し訳ないわね。私って結構手ごわいのよね。無礼な人類よ。人類人類って言いづらくないわけ。私にはちゃんと名前があるのよ。よく覚えておきなさい。あんたが今戦っているのは村田姫子よ。ここの景色も変わりはしないわ。抜刀せよ殿下。システム準備完了。出力準備完了。起動照準完了。目標ロックオン。距離誤差調整完了。君が作ってくれたチャンスを無駄にはしないよ。撃て！
嵐の前の静けさこそ楽に勝てたわ。